ぷっくり涙袋とあのくっきり二重っていうね、これなんか一つのペンみたいなので、あの二つのものが作れるらしいので、すごい言うの、ももかちゃんにアドバイスをいただきながら、ちょっと作ったこともない涙袋を今回作っていきたいと思います。二重と涙袋が作れるんだね。作れる、すごい。ウォータープルーフですよ。しかも水に濡れても落ちない。涙袋作ったことないですか？ないよね。でも全然なんかそう、あるっちゃあるよ。全然涙袋ってここに、いやいやいや、ちょちょちょ、涙袋ここ袋って涙溜める袋じゃない。ここに線を入れるの。そうする、そこを涙袋って、それがあると目が大きく見えてる。うちも今日描いてる。軽く、ちょっとやめて、恥ずかしい。今日は涙袋だけでいいんですか？涙袋メインだけど、その他のアイシャドウとかね、かのかちゃんにちょっと変身させていただこうかなと。では早速やっていきましょう。じゃあまずしのちゃんからやっていきます。はい。あ、ほっそ筆の方。ほんとだ、色こんな感じ。日本これで使う。でも結構塗っちゃってるから分かんないかもな。影つけるってこと？これね、結構細いね。実はもうちょい太いからちょっとね、慣れてないけど、すごい細い。こんな感じ。細いからね、描きやすいっていうかね、すごい細かく綺麗に描ける。じゃあこれでちょっとやってみようか。あでも可愛いラメじゃん。もっとがっつりつくかと思ったらちょうどいい感じの。なんか大粒のラメって書いてあったよ。あ、でも意外とキラキラが見えるから、意外とね、キラキラしてる、うん、見えるかな。あ、でもキラキラしてるね。してる。結構薄いけど、でもこのほんのりキラキラ感がいいかもしれない。ちょっと笑わないで。ほくろみたいになるから、ちょっと一回落ち着いて。笑っちゃダメよ。失礼。ねえ、細かめっちゃ細いの分かる？めっちゃ細いよ。ねえ。こんな感じで、こうやって線引いて、でぼかす。あ、でも色がさ結構濃くつくかも。ほら、ちょっと濃すぎるかもこれ。なんか地雷系って思ってる。これね、今塗った後にちょっとメイク落としでね、落としたらいい感じになった。こんな感じ。逆もやってみる。涙袋は濃い方がいい、薄い方がいい？まあ人によるけど、濃すぎると地雷みたいになっちゃうかも。あと涙袋がクマに見えちゃったりするから。ああ、いいんじゃない？これ全然さ、ぼかせないね。普通ぼかすんだけどさ、だからクマ、クマシリーズみたい。すごいクマに見える。クマにしか見えない、ね、ちょっとこっち見て。ほら、これこういう感じになるんだけどさ、うんうん、ちょっとさ、これうちの方でやってみてもいい？うちのやつ。じゃあちょっとあの、ももかちゃんの方でやってもらいます。ちなみにうちが使ってるのはセザンヌの各二重アイライナーなんですけど、これがねすごい使いやすくって、周りの子も結構これ使ってて、これも二重ライナーも描けるし、涙袋も作れるやつで、こんぐらいなの太さが。これだとね、一本でこんな色も違うし。本当だ、こっちこっちなんだけどさ。そっか、涙袋は失敗したらクマみたいな。そう、結構むずいんだよね、その境界線が。じゃあ気を取り直してアイメイクコーナー。はい、やっていきます。涙袋ちゃんと今から描きます。で、私はその涙袋の上にまたこのコンシーラーをのっけます。内流だけど。で、これはポンってのっけたらのっけすぎるので、小指でちょっとこの横ら辺取って、目上向いて、
これをちょっと伸ばす。ロマンとか何色がいいか選んでください。この色で、この色でそれ白っぽいやつ。そう、こちらの色やります。すごいね、これ超ラメ作るね。はい、目玉袋、間違えた。目玉袋、目玉袋、怖い怖い。目玉袋完成。ほら、こんな感じ。ビフォー撮っとけばよかったね。はい、じゃあということで、ちょっとこれからはアイシャドウとかやってもらうので早送りしましょうか。はい、アイメイク完成です。まつげはやらなくていいんですよね。はい、すごいね、涙袋ぷっくらしてる。じゃあ次、さゆさん。こっちやってるのとやってないの。やってる？やってない？やってる？やってない？で、やります。はい、涙袋片方完成。さゆちゃんやりやすかった。ほら。おお、変わってる。すごい。はい、完成。早っ。いい感じ。クリオ。ちょっと見て、見て。いいね。ちょっと次。めっちゃいい感じ。いい感じ、ね、すごいね、涙袋もいい感じです。ももかちゃんどう？オッケー。はい、完成。はい、完成です。はい、というわけで今日はちょっとももかちゃんに、初めての涙袋を今回作ってもらったんですけど、今回ね、これは使わないで、ももかちゃんの方をちょっとね、使わせてもらって作ったんですけど、結構ね、印象変わるよね。うん、涙袋結構変わるよね。やり方とかもね、ちょっとももかちゃんに学べたのでこれからね、ちょっと書いてね、動画にね、やったりとか書いてみたいと思います。はい、うちもちょっと人にやったのはね、初めてで、ね、ちょっとあんまうまくできなかったんですけども、ぜひちょっと練習して、はい、可愛くなってくださいませ。はい、だって顔芸じゃん。はい、はい、はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。